い、大切な友達に書いた曲です。これはですね、昔からの付き合い、まあ、たわいない話から悩みの話まで、いろんなことが生涯とまた違って久しぶりになるんだけど久しぶりに感じさせない、そういうね、友達絶対誰かいけると思うんですね。だからそういう曲をね、バックの方が書いたんですけど、はい、歌いたいと思います。では聴いてください。最後の曲になります。今日はありがとうございました。はい、聴いてください。リレーションシップ、はい、ストレス知らずの